ガスソーダリリカのリリカルラジオ。はい、やってまいりましたガスソーダリリカのリリカルラジオ、はい、第2回でございます。はい、はい、第1回はですね、とても好評で楽しかったよっていうお声をたくさんいただきました。いや、たくさんコメントもいただいて本当良かったですよね。楽しかったですね。こんな調子で第2回もやっていきたいと思いますので、はい、どうぞどうぞ。ありがとうございます。待ってましたとコメントをいただきましたよ。ニコ嬉しいですね。嬉しいですね。リアルタイムのコメント。はい。ではでは、今日もですね、素敵なお便りが届いているのでご紹介する前にですね、段取りがすっかり抜けておりましたよ。今日もですね、この机の上にお茶とお菓子が乗ってございます。ちょっと紙コップのねこの取っ手のサイズが合わなくてね、すごい面白いことに今なってるんですけど、これ飲んだら口がこうついちゃう。いや、飲めますよ。すいません。大丈夫です。ない方がいい。いや、でも暑いですからね。こう取っ手があると。はい、ありがとうございます。今日ご紹介するですね、こちらにあるお茶はジャスミンティーですね。モーリーチュンハオというお茶です。モーリーチュンハオ、面白い名前ですね。漢字4文字なんですけど、僕漢字がね、できないんで、どんな時間忘れもっちゃいますけど、モーリーチュンハオということで、中国緑茶をベースにジャスミンの花の香り付けをしたお茶でございまして、結構ルプシアで買ったんですけど、飲んだ人の中で中毒性が高いとよく言われていて、ジャスミンティーって結構こう爽やかな、そうですね、僕好きですよジャスミンティー。飲んでみますか。はい、じゃあちょっと飲んでみます。いただきます。これちょっと出さないとダメですね。でもこう普通のジャスミンティーより、まあジャスミンティーなんですけど、ちょっと受けるなんでしょう、ちょっとこう香りが豊かな感じがしますね。ジャスミンティーの他になんか入ってたりするんですか？いや、普通に中国緑茶とジャスミンの花ですね。そっかそっか、中国緑茶も入ってるのか。はい、ちなみにこれは2分半ぐらいで取り出さないと苦くなっちゃう。ああ、じゃあもうちょうどいいぐらい。いや、もう3分ぐらい経っちゃったね。微妙に苦みが出ちゃってる。機会を逃しちゃいましたか、一番美味しい時期を。そうですね、苦味が出ちゃうんですよ。で、今ちょっと苦いと思うんですけど、本来本当だ、ちょっと苦い。僕の入れ方がちょっとね、僕がこれ抜くタイミングが良くなかったんですけど、本来もうした甘いんですよ。苦味がなくてちょっと甘いんですけど、ごめんなさい、僕がねすっかりこれを抜くのを忘れて放送しちゃいましたけども、すごいですね、この微妙なこの時間差によってだいぶ変わってくるんですね、味わいが。2分半と3分で全然違うので、ちょっと繊細さもある。本当ですね、だいぶ変わりましたね。苦くなっちゃった。そうそう、だから最初に口につけた時と今この3分経った後で口にした時はだいぶ味わいが違いますね。そうですよね、失敗してしまいました、すいません。でも美味しいです、美味しいです。ジャスミンティーにしたら結構味わいにこう奥行きがあるような感じがすごく好きだなと思ってます。そうですね、奥行きが本当にありますね。さあ、で今日のお菓子の方ですけども、今日はですね、八天堂ジャム、八天堂ジャムっていうお店の、八天堂ジャムでですね、なんかパンの中にいろんなこうクリームとかあんことかが入ってるようなお菓子なんですけど、今回はベリーベリーということで、ベリーのジャムが入ってるお菓子でございます。ベリージャム、ベリーベリーってストロベリーのベリーとブルーベリーのベリー、ストロベリーとブルーベリーで両方入ってます。はい、そうですね。ちょっと食べてみましょう。いいですか、いいですかって。もちろんですよ。ダメって言われたらね、お預けをねなってしまう。ダメ、ユウは見せる側だよ。テープがこれちょっと強固ですね。これなんかハンバーガーみたいな包みがね、面白いですね。そう、ハンバーガー、本当にハンバーガーみたい。あ、なんかすごい黄色い色が可愛いですよ。黄色い色。美味しそう。ね、黄色い色合いが可愛いですよ。ね。本当にハンバーガーみたいな。いただきます。あ、なるほど。あ、なるほど。僕の方はあれなんですね。僕の方はまだあれじゃないですか。そこにベリーに至ってないんじゃないですか。あ、僕はちょっと食べてみたんですけど、もうクリームしかない。クリームパン。そのうち出てきましたよ。すいません。ちょっと避けられない。うん。半分ぐらいと。え、あ、後ろからすごい。ベリーが。ルルルってちょっと今。事故がね、今起こってますけど、これはダメですね。これすごい、ちょっと見せてあげてください。これクリームパンかなって思ってたんですよ、食べてたら。そしたら後ろからすごいなんか後ろにドゥルドゥルってベリーが出ちゃってますよ。後ろに穴が開いてて、ちょっとベリー吸ってあげて、だから穴がある方から食べるべきだったんですね。実はちょっと僕も初めてこれ食べるので、ちょっとお店で美味しそうだなって思ったので買ってみたんですけど、まさかこんな盲点があるとは。これはまずい。いや、僕穴から無意識のうちに食べてたんで、もう全然 OK ですよ。すごいいい感じ。ああ、もうこれ穴が開いてるんだな。穴から食べた方がいい。穴こね。そうそう。チョココロネとかもね、チョココロネとかも両方に穴が開いてるんで、そのうまいことバランス取りながら食べていくじゃないですか。そうだね。それとまあ同じですよね。僕もう完全に穴を後にしたとところてんみたいにこう出てきちゃいますからね。でもベリー美味しいです。美味しい美味しい。美味しいですよ。これは食べきりたい。ベリーとクリームよく合いますね。はいはい。本当にそうですね。僕も結構分離しちゃってるんですけど。鈴木さんパクパク召し上がってます。はい。でもこのお茶との、モーリーチュンハオとの相性はどうでしょうか。飲んでみましょう。うん。美味しいですね。こうちょっとまあ苦味が出ちゃいましたけど、これが結構甘いんで、いい感じのマリアージュになってございます。マリアージュ。美味しいようございます。食べることに集中してます。皆さんもいろいろ召し上がりながら、晩酌のお供に、あるいはご飯のお供に、あるいはお菓子のお供にこの放送を聞いていただければと思います。鈴木さんもう完食。はい、完食です。僕はちょっと後に取っておきます。はいはいはい。もうどんどんこぼれていくんで、もう食い止めないとね、いけないから。はい、今日のお茶、モーリーチュンハオと、八天堂ジャムの、ベリーベリーでした。はい。でですね、今日もですね、素敵なお便りが来ておりますというのを、さっきフライングで言ってしまいましたけれども、来ているんですよ。はい。2通来てますよ。はい。ちょっと鼻をかんでいいですか？はい。風邪ですか？ちょっとね、今日はお花がよくあれですね。出気味。出気味ですね。お花出気味。じゃあ5つ目ご紹介します。はい、東京都在住下諏訪さんからです。お、下諏訪さん。はい。伊藤さん、陽太郎さん、こんばんは。こんばんは。リリカラジオ楽しみに聞かせていただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます。ところで最近悩みがあるのですが、よろしいでしょうか？よろしくてよ。よろしくてよ。音楽を聴くのがとても好きで、好みの曲を見つけて誰かに話したくても、かっこいい、かわいい、やばいといった薄い単語しか出てこず、語彙力のなさに絶望しています。私もリリカの人たちのように語彙力豊かに表現したいのですが、どうすれば楽に語彙力を増やせるでしょうか？もしくは今すぐ使える便利なそれっぽい表現などあれば教えてほしいです。よろしくお願いします。ああ、そういうお話だったんですね。下諏訪さんからの頼りでございました。ああ、なるほど。はい。下諏訪さんはリリカで鍵盤ハーモニカなどを吹かれてる、はい、人です。天才、こうなんですかね、鍵盤、こうキーボーディストというか。キーボーディストですね。いや、音楽を語る。はい。音楽語りますか？音楽、まあ語る時もありますね。そうですよね。比較的語りたがりなんで。うん。その時に語彙力が、はい、問題になると。音楽を語る時もどうなんでしょうね。まあ。でも可愛いとかね、やばいとかかっこいいでいいと思いますけどね。下諏訪さんがもうすでにおっしゃってるように、僕もそうですよね。僕も音楽なんですから、言葉じゃないんですから、もともと。僕もだってせいぜい違うものに例えるしかないですもんね。だからね、違うものに例えるって言ってもその言動があるっていうか、そのなんでしょう、どう語りたいかですよね。そのなんでしょう、違う表現としてなんでしょう、文学的に語るのか、それとももうなんでしょう、分析するかみたいな。そうですよね。ここの進行がいいよねみたいな、ここでこの和音を使うのが渋いよねみたいな、そういう話をするかどっちかですよね。でもなんかやっぱりどちらかというとやっぱりそのなんですかね、本当に好きなものっていうのは分析というよりは、そうですね、叙情的にというかものやっぱりかっこいい、面白い、可愛いで表現したいですよね。まああるいはその世界観というか、絵本っぽいよねとか、そういうふうに僕は語ることが多いですね。世界観をこう言い表してあげるとこう語りやすいのかもしれないですね。そうな、僕は大体どっちかですね。あるいは別のものって言っても別の音楽で表す。僕はよくバロック音楽とか聞いてシティポップって言うんですけど、同じようなことが他にも言えて、クラシック聞いてロックっていう人もいれば、だからそういうふうな、この曲クラシックだけどロックのように聴けるっていうか、ロックのような良さがあるんだぜっていうようなことであるとか、そうするとこういろんな、もともとロックが好きな人もそのクラシックの世界に入っていきやすいかもしれないですね。逆も言えますしね。この曲は結構単純なロックンロールなんだけど、そのクラシカルな趣もあってみたいな感じもあって、そうですね、そうですね、こう構築みたいのがありますよみたいな、そうみたいな風にも語れるとっていう感じですかね。でも僕はやっぱり結局どこに終始するかっていうと、かっこいい、かわいい、面白いに収束するけど、寄り道するだけですよね。だから結論としてはね、もう下沢さんがおっしゃってる通りなので、別に寄り道はしてもしなくてもね、いいことですからね。本当にそうですね。でもそれっぽく聞こえるフレーズは何ですかとおっしゃってましたけど、それはもうね、あれですよ。それはもうあれですね。あれしかない。それっぽく聞こえるフレーズといえば叙情的ですね。しかね。これしかないですよ。これしかないわけです。叙情的ですね。叙事的ですねって言うわけない。音楽でも叙事的ですね。叙情的ですねって言っとけば、あ、なんか深いこと言ってるなみたいな思ってもらえるんじゃないですか。リリカルだねと。そう、なんですかね、それでもね、僕がそういう表現を多用するようになったのは、中学生、高校生ぐらいの時に、プログレッシブロックっていう昔の、今も当然プログレを現役でやってるバンドもありますけど、70年代とかに流行ったそのロック音楽の一潮流があって、でそういうのをいろいろ CD をレビューしてるサイトみたいのがあって、そういうサイトをずっと読んでて、そのサイトの管理人がやたら叙情的なサウンドとかっていうふうに書いてて、それで影響されちゃったと思うんですね。叙情って僕このラジオでよとかでもよく伊藤さんが叙情的とか叙情とかいう言葉をおっしゃいますけど、それはやっぱりこうリリカの由来から来ているのかなと思って、それももちろんありますけど、でも結構もともとなんですね。その結構高校生ぐらいの時からなんか音楽を表現する際に叙情的っていうふうに言っちゃってました。言っちゃってると、影響されてましたね。僕も叙情的っていう言葉がもう最初なんだか分かんなかったですよ。難しい言葉だ。正直なんだかよく分かんないですけどね。叙事的の反対と言われてもよく分かんないですよね。叙情的だって叙情って言われたら分かるじゃないですか。叙事叙情っていう区別は分かるじゃないですか。でも叙情的ってなんだよっていう。そうですね、確かに。何でもありですからね。何でもありじゃないですか。だから何も言ってないに等しいんですけど。でもそれっぽく聞こえるのはやっぱりね、叙情的ですね。そうですね、叙情的ですね。はい。いい言葉だ。だから鈴木さんもあれですか、やっぱりその音楽を語る原体験みたいのはやっぱり中2とか高2とかのそういう頃なんですか。原体験。はい。原体験っていうとなんですか、音楽を評価する基準みたいな。そうですね。僕はでもやっぱり。僕は基本的にこう解雇趣味というか、懐かしいが好きなので、もっと前かもしれないですね。結構やっぱりこう高校の時とか中学の時に好きになった音楽が割と今の元にはな音楽を選ぶ基準にはなってるけれども、結局じゃあその中学や高校の時に聴いてた音楽がっていうのはやっぱりこう懐かしい感じがするから好きとかそういうことですよね。僕キリンジっていうバンドがあって、それを高校の時に知ったんですけど、もうそれを最初に聴いた時にもうこれしか音楽なくていいじゃんって思ったんですよ。もう世の中にこれしか音楽なくていいじゃんってぐらい思って、それ以来今までもずっとキリンジばっかり聴いてて、で音楽の聴き方としてももうキリンジが勧めた CD とかキリンジがラジオで影響を受けたやつとか、あとはキリンジを好きな人が聴いてる曲とかをばっかり聴いてて、今でも割とそうなんですけど、でいろいろ聴いてる中でやっぱキリンジが基準にはなってるんですけど、結局自分が何をいいなって思うかっていうと、やっぱり昔懐かしい感じのするものが好きだなと思う。じゃあそもそものキリンジもその何でしょう、小学生とかの頃の気持ちを揺さぶるから、そうそもそもキリンジも好きだっていうことなんですかね。そうそうそう。なるほど。やっぱ90年代のね前半とかにテレビつけたらなんかホームドラマなりなんなりトレンディードラマとかの BGM で流れてたり主題歌になってたりするような音楽っていうのが僕の源泉かもしれない。なるほどなるほど。伊藤さんは、いやまあそれはありますね。ありますよね。プログレとかってプログレとかも結構懐かしさの要素ありますよね、サウンドであれ。そうですね。音楽は意外とでもあれですかね、この小さい頃というよりはでもね、僕も高校生とかの頃にいろいろね聴くようになって、そこからいろいろ派生して聴いたりしてますけどね。そうですね。はい、延長、はい、そうですニコ生の延長、すいません、ちょっと僕は一瞬エンジニアの役割もしてたので、すごい鈴木さんに実はねすごい助けてもらいながら僕はのんきに喋ってるだけなんですけど、鈴木さんはいろいろ機材をですねやってます、調整していただいてて、なのでちょっとね喋りがおろそかになることがねあるのでありがたいんですよ。このねリバーブとかちゃんと聞かせてるのもね鈴木さんのおかげですからね。機械がいいんです。皆さんもねすごく僕らも録音聞きましたけど、結構ね音質としては聞きやすいですよね。そうですね。それはもう鈴木さんのおかげですということで、はい、そんな感じでですね、音楽を語ってみたらいかがですか。はい、昔のこととかですね、そうね、昔のこととかとリンクさせるとなんかそれっぽい話できそうですよね。というおすすめです。はい。でちょっと次のお便りを。はい。大丈夫です。僕もうおしゃべりに戻ってこれます。本当です。すいませんちょっと。ラジオネームはイケメンパラダイスさんからです。イケメンパラダイスさん。そういうドラマ昔やってましたね。堀北真希ですね。はい。伊藤さん鈴木さんお疲れ様です。お疲れ様です。第1回のリリラジ楽しく聞かせていただきました。ありがとうございます。特に叙情的な瞬間のビオフェルミンの話が面白かったです。ありがとうございます。私もビオフェルミンは肝油ドロップに次ぐ美味しさだったことを思い出しました。かわいい肝油ドロップだっけ。ビオフェルミンは肝油ドロップに次ぐ美味しさ、本当かな。さて寒くなってきましたがお二人は体調など崩してないでしょうか。ちょっと崩してますね。ちょっと僕今風邪気味ですね、私は最近寒いので毎日のようにお鍋を食べています。最高ですね。お鍋といえばお二人の家には土鍋はありますか。ありますよ。ないです。コンロがないですからね。コンロがない。かける火がないんですよ。コンロがないですからね。火起こしできない。でも原始人以下ですからもう火起こしできない。そう。そんなことないですけど。一人暮らしを始めてからもう6年になりますが、うちには土鍋がありません。買おうと思っていましたがなかなか気に入る鍋が見つかりませんでした。なくても生活できるのでついつい後回しになって結局今日まで買わずじまいです。しかしそんな中つい先日とっても可愛い土鍋を見つけました。まあいいや。いや、だって今日まで買わずじまいなんでしょ。見つけたの、まだ見つけただけが。まだ見つけただけで買ってないのかな。スタジオクリップというファッションと雑貨を取り扱ってるお店の土鍋です。スタジオクリップ、なんかホームページの URL もつけてくれてますけどね。僕見てないですよ。見てみますか。伊藤さん見たんですか？見てない。一緒に見よう、一緒に見ましょう。一緒に。これ飛べるのかな？あ、いやなんかね、すごいね、全然ね、そのページではない。服のページが出てきましたよ。あ、服ですね。うん、服じゃなくてね、土鍋なんだ。なんか途中で切れてるっぽくないですか？あ、本当ですね。URL が途中で切れちゃって、トップページに出ちゃって。見たりできますか？ちょっと僕キーボードで。スタジオ。はい。あ、違う。スタディオクリップ。スタディオ。はい。土鍋。あ、土鍋。はいはいはい。出てきましたね。うん。なんだっけ。ポタリー。英語で土鍋。あ、顔なんか綺麗ですね。ポッテリー。すごいなんかね、全然こう生活雑貨の感じじゃないですよね。なんていうんですか、こう無印良品をもっとおしゃれにしたような感じですよね。上にねロゴが入ってて可愛いですね。これとは違うのかな。これです。これですか？大丈夫。他にもいろいろあるみたいですけど、白のやつ。あ、色がね、ブラウンとアイボリーがあるんですね。だから個人的にはね、ブラウンのがいいかな。この写真で見てる感じだと。はい。そういう土鍋。とにかくビビッときました。今まで妥協して中途半端なものを買わなくてよかったと心から思いました。私は6年かかって心ときめく土鍋に出会いましたが、2人は買い物で運命の出会いをしたことなどありませんか？あ、だから土鍋結局買ったんでしょうね。あ、今日までっておっしゃってましたけど、今日までって言ってたけど、ちょっと今日の何日か前までってことですよ。あ、なるほど。ちょっと今日までちょっと違うぞ。なんで怒ってるの？なんでイケメンパラダイスさんが怒ってるの？ね、2人は買い物で運命の出会いはしたことありますか？または買わなきゃよかったなどの失敗談でもぜひ教えてください。だそうですよ。買わなきゃよかったはやっぱり結構ありますよね。細かいものとしては、そうですね。ね、細かいものとしてやっぱりこう失敗した。例えばどんなものが？もうそれはもう普通ですよ。もう何ですか？ケーブル買ったら規格が違うとかそういうのです。ああ、それはもう結構ね、細かく体験しちゃいますよね。必要な延長ケーブルだったり、なんとかケーブル、ビデオのケーブルだったり。ちょっとそこの電気屋で買ってくるかって思って一人でね、ダッシュで買いに行ったらちゃんと企画とか調べてないもんだから刺さんねえよみたいな、よくありますよね。そういうことは結構あったりありますね。その電化製品系はね、マイナスはよくある、多いですよね。そうだからやっぱり買い物は慎重にしなくてなといつも思うんですけど、慎重に本当にしないとダメですね。本当にそうですね。逆に買ってよかったもの。買ってよかったものは僕はやっぱり楽器ですね。そうですね。今僕が結構メインで使っているウェイバーっていうアメリカのブランドのマンドリンは結構奇跡的な出会いでしたんですけれども。また見せますか？あ、そうですね。ウェイバーっていうブランドのマンドリンってですね、日本にほぼ入ってこないんですよ。ちゃんと弦が張られてますよ。2週間前は弦がなかったですけど、今回はちゃんと張られております。あ、ちょっとこっち下の方が映ってないかな。こんな感じ。そう。まあちょっとバイオリンのような形をした、素朴な形の F 字工がねあってね、いいんですけど、さっき言ったように日本に全然入ってこないアメリカの老舗のブランドで、アメリカのなんですかね、ブルーグラスとかのマンドリンのプレイヤー、カントリーとかね。なんですかね、こうアコギとかそういう人たちのこうプロが結構使ってるやつなんですけど、日本に入ってこないと僕はもうすごく欲しかったんです。音が気に入って YouTube とかでね見てて、でも何年とかですね、今2年ぐらいウェイバースいいなと思ってたんですけど、僕が結構通ってる渋谷のハートマンギターっていうマンドリンも扱ってるお店があるんですけど、そこに行ったら偶然、結構月1ぐらいでは行ってるんですけど、ある日偶然行ったら10万円で中古のウェイバーがこれがちょうどかかっていて、もう10万円ってめっちゃ安いんですよ。僕その時は10万円ってどうなんだろうな、安いのか高いのかどっちか分かんなかったんですけど、買ってみて、はい、僕が買ったぐらいの時に、はいはい、ちょうど新品のメーバーが日本に数台入ってきたんですよ、はいはい、お茶の水の楽器屋さんに、それ見たら同じシリーズのやつが130万ぐらい、これは得したなと思って、まあ、もちろん楽器としてもものすごく今までで一番満足いってますし、新品で買わなくてよ、新品待たなくてよかったなと思って、ね、ちょうどその時出くわしてってまあ、誰かに取られる前に買って、焦って買っておいてよかったなって思いますね。そうですね、だから結構誰かに取られる前にって大事かもしれないね。慎重にも買わなきゃいけないんだけど、でもこうそういう慎重さもね、慎重のね、そのなるほど二重苦がありますけど、はいはいはい伊藤さん何か。いや僕実は逆に、楽器にあんまりなんでしょうね、まあ恵まれてないって言ってちょっと語弊がありますけど、はい、結構今までそのギターとマンドリンを買ったことがあるんですけど、はい、自分のお金っていうか、まあギターを出してもらったのかな、だけどなんかね、まあ、自分で、まあ、選んで買ったわけですけど、はい、どれもですね、こう楽器を弾き始めてこう1週間ぐらい経ったら、すぐに弦が切れてなんかそれはね、元から貼ってあった弦を使ってたから、ちょっと状態が悪かったのかなって思って、張り替えて弾いてみても、またすぐに切れちゃって、それはうわなんだろうって思って。ギターって弦あんまり切れないですよね。そうですよね。マンドリンはまあ切れたりしますけど、それでも1週間で切れるってもう、そうだからまあおかしいんだなって思って。修理に出して、ギターもマンドリンも、やっぱおかしかったんですか。おかしくて、でちょっといろいろ修理してもらって、その後はまあ普通に使えてたりするんですけど、だからなんかね、僕ちょっとね楽器運がねあんまり、初期不良に当たっちゃうと。そうそう、初期不良に当たりがち楽器だと。それは結構ね、あるな。まあ僕はその初期不良に当たるのもありますし、機材とかでありがちなんですけど、新しい機材買い替えると古い機材がなぜか壊れ始める機嫌損ねちゃったのかなって割と初期不良ないなって思ったら、もう古いのがもうぶっ壊れ始めたりしましたね。あとなんか買うぞ、そろそろ買い替えるぞって思った瞬間ぐらいにこうだんだん壊れてきたりとか。すごいですね。空気読んでますね。空気読んでるねって感じがします。僕逆にその機械は結構恵まれてる方だなと思いますね。機械運は良くて、なんかねパソコンでも何でも買ってすごい長持ちしてくれるんですよ。すぐ故障とか全然ないので。いいですね。だからついこの前は電子ピアノを買ったんですけど、それはすごい調子がいいんで、こう楽器よりもその機械方面だったのかなみたいな。今回の電子ピアノは楽器くくりじゃなくて機械くくりだったんだなっていうことで。なるほどなるほど。エレクトリックな方。そう、会長に使ってますよ。じゃあもうね、マンドリンとかも電子マンドリンとかね。そうですね。そうすればいい。サイレントマンドリン、サイレントギターにすれば大丈夫だね。エレクトリックで固めればね、いいのかもしれないですね。なるほど。これはっていう感じから。なるほど。土鍋ね。だから食べ物関連とかだと、なんだろうな、伊藤さん料理しますよね。そう、料理する方だと思いますけど、結構機材って言っちゃダメだ。機材って言わない、なんていうの。でもね、調理器具、でもね、なんか凝ったもの買っても結局あんまり使わなかったりして、3万円とかするもの買っても結局あんま使わなかったりとかってあるので。なんかでもやっぱり有名な、便利って言って有名なやつとかはやっぱり使いやすいですよね。僕前ずっと、まあ今はもうコンロ封印してもう火を起こさない民族になってますけど、前はまだコンロ使ってた、料理とかしてた頃はティファールの、何ですか、たくさん重ねてある鍋あるじゃないですか。わかりますか？わかりますよ。ちっちゃい鍋の中にマトリョーシカ式の鍋、あれとか本当に便利だなと思ってたんですけどね。取っ手が取れるってやつ。いい鍋使うと煮物とかもうまくいきますからね。ああいうのはいいなと思ったんですけど、でもああいうのって別にその有名なねものです。結構シンプルなものですから、でそんなにこうデザインもなんていうんですかね、やっぱりシンプルで素朴なので、その良さもありますけど、やっぱこう自分だけが持ってる一品物みたいなのではないから。なるほど。だからそのイケメンパラダイスさんはね、あの土鍋結構あれですね、なんかスタイリッシュな感じだったですもんね。そう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 、あれは結構持ってたら一品物じゃないのかなっていう感じが、一品物っていう言い方あれですけど、一品物じゃないですけど、こう個人的一品物じゃないのかな。ぜひね、イケメンパラダイスさんの鍋を食べに行きたいですね。いいですね、イケメンパラダイスさん。イケメンがパラダイスなんじゃないですか。そうです。どういう意味なのかわかんないですけど。わかんないですけど。イケメンパラダイスさん。まあよろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで、はい、お便りお待ちしております。はい。はい。宛先は、こちら出てきました。はい。info@lirica.me、info@lirica.me、info@lirica.me でございます。はい、ME はマンドリンエンターテインメントの略です。はい。はい、そうやって覚えてください。そうやって覚えてください。どしどし応募お待ちしております。はい。どんなお便りでも。ええ、もう何でも拾いますから。何でも拾います。なんかね、あとかだけでもね、僕ら話を広げますよ。あっていうお便りをいただきました。どうもありがとうございます。それでもあですからね、やっぱりね、あって形がやっぱり何とも言えないね。50音の中でね、あを選んだの、すごくやっぱ始まりですからね。あっていうのはね、そんな感じで何でも話を広げますので、どんな内容でもお気軽に。こう凡字とかでもいいですよ。あ、読めないけど画面を見せてみたい。こんな感じでした。はい。普通のお便りじゃないよね。確かに普通おたのコーナーとか言ってますけど、別に普通ではないですね。異常なお便りです。はい、もうお待ちしております。じゃあ次のコーナー行ってみましょう。鈴木の一押しのコーナー。はい、やってまいりました、鈴木の一押しのコーナー。はい、ガソーダリリがコンマスの鈴木さんの今ハマってるもの、おすすめなものを紹介してもらいます。はい、今回ご紹介するのはですね、ちょっとこの後 CD の紹介とかもあるからちょっとかぶっちゃうかもしれないんですけど、はい、曲のお話をしようかなと。アニメなんですけど、アニメの中に出てくる曲、アニソン。そう、アニソンですね。はい、皆さんアニソンお好きですか？あ、大好きですよ、アニソン。今最近ハマってるアニメがあって、万能文化猫娘っていう昔のアニメですね。あ、ご存知ですか？結構有名なんですか？名前ぐらいですけど。結構お酒を取り出し始めましたね。生ビール、ゴールデンエール、限定醸造、サントリー。おお、良さそうな。美味しそう。初めて見ましたけど。おお。鈴木さんの家のそばのね、ポプラで売ってました。おお。はい。ポプラいいですよ、皆さん。あ、ポプラじゃないか。サークル系か。ああ、今日はサークル系です。失礼しました。はい。まあ、ポプラのお話もまたいずれこの一押しのコーナーで扱いたいんですけれども、まあ今日はその万能文化猫娘の話をしようかなと思って、はい、万能文化猫娘ってすごい古い、何年ぐらいですか？1992年ですね。92年、すごい生まれたばっかりですね。生まれたばっかりですよ。生まれたての万能文化猫娘。そうですね。なんですけど、最近ちょっと発見しましてね、それを見てたんですけども、まあどんな話かっていうと、まあ基本的にはそのなんていうんですかね。ドタバタコメディーロボットコメディみたいなね、美少女ロボットコメディみたいな感じなんですけど、万能文化猫娘のタイトル通りですね、万能文化ってどういう意味か分かんないですけど、まあ見ててもよく分かんないんですけど、要はその猫の遺伝子とか行動パターンを使って作られたアンドロイドのセーラー服を着た娘さん、女の子のぬくぬくっていう女の子なんですけど、まあ猫につけるような名前ですけどね。そう、ぬくぬくちゃんっていう女の子がまあヒロインで、主人公は龍之介くんっていう小学生の男の子なんですよね。で、まあお話としてはそのぬくぬくちゃんってアンドロイドを作ったのはお父さんなんですけど、龍之介くんのお父さんなんですけど、そのお父さんはまあ研究者なんですよ。科学者なんですよね。で基本的にこう壮大な夫婦喧嘩を描いたお話なんですよ。龍之介くんのお父さんとお母さんは離婚してるのかなですけど、お母さんがこう親権を龍之介くんの親権を奪いに戦闘機とかを使って「龍之介ちゃんを返しなさい」って言って攻めてきて、でそれをぬくぬくやっちまえなって感じで、ぬくぬくが「はーい」って感じでぬくぬくちゃんはちょっとこうなんですか、猫っぽいというか、ちょっとおバカな感じで、パパさん行ってきますみたいな感じでね、戦闘機を元気っ子、戦闘機をもう素手でボコボコにするんですけど、はあ、こらーとか言って、別にそのなんか銃撃ったりとかしないんですよ。もう本当に超高性能アンドロイドだけど、やることは物理で殴る。腕力がそうそうそうっていう元気っ子な感じなんですけども、今回ご紹介するのはそのエンディングテーマがですね、はい、とっても面白いというかかっこいい曲なんですけども、そのエンディングテーマのですね、結構何が良かったかっていうと、はい、歌詞とですね曲の内容のギャップが結構いいなって思ったんですけど、はい、ぬくぬくちゃんのテーマなんですよね、その曲っていうのは。歌詞だけ見ると本当にぬくぬくのセリフのように描かれているんですけど、ちょっと読んでみますか。はい、出しておけばよかったね、前もってね。画面に出して。すごいタイピングが早いですよね。いや全然早くないです。もう昔は1秒間に11回打てたんですけど、昔タイピングやってたんで。おやすみなさい明日はおはようっていう曲、おやすみなさい明日はおはようっていうタイトルの曲なんですけど、ちょっとワンフレーズだけ読んでみますか。はい、あ、お願いしてもいいですか。はい、ちょっと読んでみますね、恥ずかしいですけど。おはようと布団をすり抜けて、窓を思い切り開けて深呼吸、朝の光体中に浴びたら、さあ出かけよう、こもってないで、朝露も光っている。っていう、いいですね。なんか結構ほのぼのしたというか前向きな感じの歌詞じゃないですか。まあその後も日の当たるとこ私よく知ってる、あなたには少しだけ教えてあげるねって、まあ猫っぽいじゃないですか。猫娘っぽい感じじゃないですか。でまあサビはちょっといい感じ、いいこと言うんですけど、ほらに忘れていた何かとても大切な思い、ゆっくり心の中で動き始めるの。もしも今度は誰かが少し困っている時、この場所をあなたが教えてあげてね。まあ結構猫っぽいじゃないですか。そうですね、結構こういうほのぼのした歌詞なんですけど、曲を聴いてみたらちょっとイメージと違う感じだったかなんか、このねイメージするとしたら結構こうゆっくりなテンポで、こう結構弦楽とかな感じ、ストリングスな感じで、朝露も光ってるなって感じ、ちょっと幻想的なねサウンドになってて。って思うんですけど、ふわっとした感じを今想像してますよ、頭の中では。じゃあ聞いてもらいましょう。早速、おやすみなさい明日はおはよう。はい、お送りいたしましたおやすみなさい明日はおはようという曲だったんですけども、だいぶねこうなんかノリノリな感じですね。ノリノリですよね。なんかベースが効いてて、僕はもうすごいシティポップでかっこいい曲だなと思ったんですけど、ベースがかっこいい、なんかね暗めというか、僕はもう結構セーラームーン的な世界観だなと思ったんですけど、なんですかこう夜の摩天楼というか、日の当たるとこ私よく知ってる、あなただけには教えてあげるねっていう歌詞じゃないなって、ドライブな感じですね。夜のあの高速をドライブしてるみたいな、そういう感じですよ。かっこいいなと思って、最近はこの曲にそのギャップにはまっております。ぬくぬくちゃんが歌ってるんだなって思ってます。そうです、そう。ちなみにぬくぬくちゃんの声優さんが林原めぐみ。そう、林原めぐみさんっていう方が歌ってる。いいですね、やっぱ林原めぐみの声に合ってますよね。そうそうそう。アニメ見てると結構なお楽しめるような曲でした。だからおすすめな万能文化猫娘。はい。おやすみなさい、明日はおはようでございました。僕内容としてもとっても面白いねアニメなのでぜひ見てみてください。はい。はい、じゃあ次行ってみましょうか。はい、次行ってみますか。はい、次はこれですね。はいはいはい。忘れてました。次なんだっけって今思っちゃった。次はね、リバーブかけますよ。はい、かけますね。うちはリバーブかける系です。はい。カルチャーセンター RX 団長と筆頭の挑戦。はいはいはい、カルチャーセンター RX の時間でございます。はい、はい、今回もやってまいりましたね。皆さんボナセーラー。ボナセーラー。はい。ね、前回からですね、イタリア語をなんかそれなりにできるようになろうということで。はい。はい。で前回はちょっと話してなかったですけど、まあせっかくですからね、うん、世の中にはイタリア語検定というものがありますから、それのまあ一番簡単な級と言われている5級。うん、はい。それでもね、なんか。合格率 70% くらいらしいですよ。3割落ちちゃう。落ちちゃう。ので、なんか、多分、能弁では絶対落ちますよ。能弁で受かる検定、語学に存在してるんですか？しないと思いますけど、そんなにこう、なんでしょう、甘くはない。なるほど、なるほどね。そんなに甘くはない。はいはい。ので、まあ、ね、5級を目指して、頑張っていくぞいと。まあ、5級やったらね、あとは、まあ、各自そう、ね、もしそれ以上やりたければやって、でも番組的にはそこでみたいな。そうですね、そうですね。まあ語学には終わりはないですけどね、本当に。はい。で前回ですね、まあせっかくなんでインターネットで勉強しようということで、はい、安上がりに済ませようということで、はい、安上がりに済ませてますね。イタリア語ワンポイントレッスンというサイトですね。はい、Google でイタリア語というふうに打っていただくと上の方に出てくるサイトです。はい、はい、イタリア語ワンポイントレッスン、黄色い背景が出てきて、はい、で前回ですね、そのステップ1をマスターしました。うん、今回はですね、マスターしたのかは怪しいですけど、マスターしたということにしました。はい、はい。でも結構ね、言葉覚えてますよね。はい、じゃあ、ペンを食べたいです。ボレイマンジャーレウナペンだ。エクセレント。うん、素晴らしいですね。そんなわけでステップ1をマスターした我々ですから、はい、ステップ2をやってみたいと思います。はい、はい。ステップ2、タイトルは、もう少し語彙を増やせば、気分はもうイタリアンということで。お、あと一息でイタリアンじゃないですか。そうですよ。すごい。イタリアンですよ。ちょっとしか単語覚えてない。最低限でね。こんだけ最低限あれば生活できます。そうそう。イタリアに旅行に行っても、まあ困らないよっていう。で、電波少年みたいにある日突然、拉致られて、アイマスクさせられて、アイマスク取ったら、トレビの泉の前に、座ってたとしても、なんとかやっていけるよっていう。地図にダーツかなんかピッてやって、そこに行ったとこに連れて行かれるってやつでしょ？そうでしたっけ？なんか、場所はね、勝手になんか、スタッフが決めちゃって。あ、そうでしたっけ？僕も番組結構、なすびの裸祭りばっかり見てたんで。そう。ね、坂本ちゃんっていう人が、ある日突然拉致られて、で、アイマスク外してみたら、その感じは知ってますけどね。モンゴルの部族みたいな中にさ、草原に一人立ってるみたいな感じ。わかるわかる。だってすごい感じですけど。でも昼夜のあれが俺の反応が面白い。あったですね。そんなわけでまあ今回イタリア語ということで、じゃあやってみましょう。ステップ2、ブオーナ。おお、相変わらず素敵な発音でありがとうございます。ボーノはイタリア語で良いという意味。英語のあ、まあやボーノ言いますね。ボナセーラ。あ、そっかそっか。ボナセーラ、こんばんはって意味ですけど、そのボーノとあ、そうか、ボーナとセーラがね。合体したと。あれってボんじゃなかったでしたっけ？ボンジョルノのボン。あ、そっかそっか。ちょっと違うのかな？ちょっとスペルが違いますね。なるほど。前述のボンジョルノのボンもこれが変形したもの。なるほど。変形したもの。一緒なんだね、元は。でこれは直訳すると良い日になりますが、まあこんにちはという意味にはなるわけですよね。まあいろんな外国語でそういうふうに言ったりしますよね。ボノボナ、うん、美味しいもの食べた時もボーノと言いますとなお言いますよね。ボーノって CM とかでもなんかやってますよね。ね、漫画とかでもよく出てくる。やってる気はなんかこうね、パニーニ食べてパニーニ、うん、知ってますよパニーニって、パニーニ知ってます。この時に人差し指をほっぺたに当てて、うん、ぐりぐり動かすのがイタリア風。本当かよ。本当かよ。ちょっとなんかめっちゃ滑ったらどうするんだろうね。こういうことですよ。バナバナ。大丈夫かな。これね、これ真に受けて本当にボーノとかってやってドン引きされたらどうするんですかね。責任取ってくれるんですかね。もう訴えるしかないですね。訴えるしかない。はいはい。あとは、はい、でボーナはボーノの女性形、はいはい、女性名詞に対してはこちらを使いますよ。なんだよ女性とか男性とか。まあこれおいおいじゃないですか。はいはい、うん。イタリア語の名詞や形容詞は語尾がお、おは男性形、a まああって読むでしょうけど、はい、あに変わると女性形になります。はいはい、名詞も形容詞も語尾だけを見ればいいんですから簡単ですね。あ、そっかそっか。ああ、じゃあ簡単だね。おかあーかっていうことですからね。それをちょっとあべこべに覚えちゃうとあれなんで。そうですね。あああって感じですけど。おあ確かに確かに。あが女性形でおがなんですね。それも覚えやすい。覚えやすい、もう覚えましたよそれ。ボがボのボななでしょ。そういう感じで覚えればね。そうですね。だからまあ。リリカも女性系なんですよね。あ、リリカ。うん、リリカ。あ、で終わってます。わかりやすいわかりやすい。じゃあ次いきますか。次いきますか。ベーネ。ベーネ。バベーネ。バってなんだ。出てくるんですか。ボーノが形容詞ならベーネは副詞です。むずいな。良いじゃなくてよくってことですよね。ベーネもボーノと同様会話で頻繁に使う言葉ですが、中でも一番よく使う例はバベーネでしょう。バは英語で言うところのゴーなんだって。ゴーにあたる言葉と。はい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 。で、英語風に言えばゴーウェルというふうになります。まあうまくいってる調子がいいということですね。なるほど。バベーネ、まあ大丈夫、大丈夫。調子はだから書いてありますよ。英文がちょっと読んでみていただけますか。ジョルジョバベーネ。ベネグラチエ。おお、ジョルジュ、あんた大丈夫？大丈夫だよ、あんたさんって。おお、バベーネに対して別にバベーネって返してもいいわけですよね。ベーネじゃなくて。そうですね、そうですね。バベーネいいですよっていう感じ。なるほどね。うまくいってる。ベーネバではない。なるほど。まあ先に動詞を持ってくるってことですかね。まあ英語もそうですもんね。確かに。そこら辺は同じなのかもしれない。なるほど。マンジャレベネ。ああ、そう、よく食べる。よく食べる。ああ、ね、そういうことですよね。そういうことですよね。次行ってみますか。ジーナコメバトゥア。あ、読めない。ジーナコメバトゥアママッキーナ？マッチーナ。あ、車ってことなんですね。マッチーナであってるんですか？マッキーナじゃないですか？そうかもしれない。わかりません。CHI って木じゃないですかね、きっと。そうか。わかんない。適当に言ってますよ。どっか乗ってないでしょ？いや、乗ってないですよ。発音この後多分やれると思いますよ。あ、そうですよね。うん。ちょっといいですか？多分。はい。あ、ほら、ステップ。この後イタリア語文法編っていうところに移り、はい、その中のステップ2でイタリア語のアルファベートからイタリア語の音を学ぶって書いてありますから、そのうち来ますから心配せず適当に読むんだけど、そうですね。「ジナコメバチュアマキーナちょっとベーネ」ああ全く問題ないわ。ちょっとトータルってことですかね。ああなるほど。でどちらの例でもバベーネの意味でベーネと言ってますと。だからまあベーネって単独で言ったらまあうまくいってるとか調子がいいとか大丈夫っていう意味です。でまた初めの例でも出てきましたが、バベーネと疑問形で使うことは多いです。イタリア語をこういろいろ見てて思ったのが、はいはい、こう英語って疑問にするときに動詞が先に持ってこなきゃいけないって語順が変わるじゃないですか。イタリア語って語順変わんないんですね。どうなんでしょう。なんか今見てる感じだと、そうですね、ただただハテナをつけただけにしか見えないんですけど、語順もしかして変わんないんじゃないですか。そうかもしれないですね。だってバベーネで、まあバベーネね、まあそうですね、なんかどういうなんとかみたいな感じにはならないじゃないですか。でもその2個目のコメバチはマキーナっていうのは全然文法的に分かってないですから、それがこの逆になってるのかちゃんとした順番なのかちょっと分かんないですね。分かんないですね。だからコメっていうのがハウに当たる、そうそう、そういう気がしますよね。でそのバ、そっか、でもコメバってすぐそのゴーが来るってことはこれ変わってないっぽいですね。そうですよね。ハウね、ハウの後にいきなりゴーって来てるってことですもんね。それ変わってないっぽいですね。そんな気がしますね。で「トゥア」っていうのは多分「君の」って意味だから、変わんないっぽいですね。ああ「ユア」ということですね。なるほどなるほど。変わんないんじゃないですかこれ。確かに。はい。確かに。簡単ですね。うん。あ、米って次きますね。あ、出てきました。次の米。米は英語の「ハウ」や「アズ」を一緒にしたような言葉で、用法はたくさんあるんですが、大きく分ければ何とかのようなという意味の前置詞と、どんな風にという意味の疑問詞に分けられます。なるほど。ハウとアズどっちもどんな面白いですね。米単独で用いる場合、会話をしてる時に相手が怪訝そうな顔をして米と疑問形の尻上がり、米と尻上がり聞こえることがあります。いきなり言われるとびっくりしますが、これ何っていう。聞き取れなかったからもう一度言ってという意味です。ってことか。どないやねんじゃなかった。っていう。でもあるんじゃないですか。はとかっていう時も。ごめん。そうそうそう。だから不倫とかバレて。イタリア人ですから。イメージがね。イタリア偏見講座。イタリア偏見講座。ね、不倫をする。不倫をして彼女に問い詰められる。ごめん。そうこういう感じで。ごめんば。ノノノノノノベネベネノノノベネ、何がベネなんだよ。バベネバベネ、大丈夫だよ。何が大丈夫なんだよということですね。そうありそうですよ。はいはいはい。でもう一つ米で使われる用法は米バでしょう。先ほどのバベネと同様に、まあ語の意味だから、だからあれですね、How are you みたいなね、How do you do みたいな、調子はどう、元気みたいな使い方ですと。なるほど。で同じく「バベーネ」って言えば、まあ元気だよっていう、「こんばバベーネ」っていうね、大丈夫とかっていうことということですね。ああ簡単ですね。「こめば」は礼儀正しいから目上の人に言っても大丈夫です。おお、ああだから丁寧な表現が短いですね。そうですね。この前のね、何でしたっけ、グラッチェもグラッチェも別に普通にね言ってもいいんですよね確か。グラチェミレとか、グラチェミリオーネとか、タントグラなんだっけ、タントグラチェみたいな感じでこう数をつける、数をつければ100万ありがとう、名誉の人にも言っていいっていう感じですよね。ミリオーネはちょっとネタって言ってましたけどね、100万はちょっとネタだって書いてた。なんかあれなん大行な感じなんでしょうね。次いってみますか。はいはいはい。ドベは場所を聞く疑問詞、英語で言ってウェア、ドベ。これを英語で言うところの B 動詞にあたるエッセーレの三人称単数現在形 E を組み合わせたのがドベです。ああドベ。まあwhere is ってことか。where is を縮めたっていうこと。ああなるほど。where is はドベっていうってこと。ドベラピアッツァロマーナ。あ、これなんか気まぐれにカタカナ振ってくれてますね。本当だ。ドベラピッツァロマーナ。ドベラピッツァロマーナ。ローマ広場はどこですか？道聞ける。そうですね。でもラは漢詞ですかね。ザじゃないですか？ピッツァロマーナはまあ普通にこう。あ、ピアッツァか。ごめんなさい。ピアッツァロマーナ。ピアッツァロマーナ。広場か。ドベイルバーニョ。ドベイルバーニョ。トイレどこですか？あ、大事ですね。これも大事ですね。ドーベイル・バーニョン、川屋がね大事ですね。川屋をね漏らしたら大変ですから。うん、漏れそうなんですってね。簡単。うん、ドーベイル・バーニョン、ドーベイル・バーニョンをもう聞ける、聞けますよこれで。いろいろ覚えてます。漏れちゃうってなっても大丈夫。ドーベイル・バーニョン、ドーベイル・バーニョン、すごい伝わります。あそこですよ。でもバーニョンって言えばいいじゃん。確かに。だからバーニョはイタリアで生きていく大事な単語ですね。うん、ということですね。皆さんもバーニョ覚えましょう。バーニョ、川屋ですね。川屋。はい。次行ってみましょう。はい。クアンド。クアンド。こちらは時間を聞く面ですね。おお。クアンドだけだと単純にいつっていう感じです。5W 来てますね、だんだん。そうですね。うん。特定の時間を聞きたい場合にはクアンドへ。っていう風に、さっきの絵はあれか B 動詞かの後に聞きたい時間や時間の名前を入れ込めば OK です。例えば「quando è partenza di questo treno? Quando è la partenza di questo treno?」questo っての前出てきたこのですね。トレーノってのはもう見たら分かるとトレインですね。このではオブですかね。あ、そうですね。そっかそっか。パルテンツァっていうのが時間。パルテンツァ出発ですかね。出発の時間。あれか。この列車の出発っていうのはいつですかってことか。直訳すれば。なるほどなるほど。この電車の出発というものはいつですかっていう。Quando è la partenza di questo treno。やっぱりね、疑問詞の後には動詞は来てるんですよ。来ない。あ、そうそう。だからあれですね。逆にあったりしないですね。うん。うん。確かに。え？クアンドえって来てますね。だから逆になってますね。なってますね。疑問詞が来た場合は普通に次は疑問詞がその仮の動詞が来るなっていうか。うん。動詞が来る。疑問詞の後に動詞が来るっていうことですね。ですね。うん。でも普通の文章をただただ聞くだけであれば、まあ This is が Is this とはならない。あ、そうですね。そうっぽいですね。This is a pen についてこれペンって合ってますかっていう時は This is a pen になみたいな風になると Is this とはならないかもしれない。イントネーション変わるだけっていう。疑問詞が来た場合は次動詞が来るっぽいですね。ですね。クアント。クアント。これちょっとこの辺似てますよ。いや、そうですね。なんか僕覚えられない気がしてきた。これ米は How でしょ。ドベは Where でしょ。クアンドはウェンでしょ。クアント、クアントはこれからやる量を聞く。ハウマッチ。なんでクアンドと似せちゃったんだ。本当ですね。意味わかんない。クアンドとクアント。D と T しか違わない。イタリア人大丈夫なの？これ聞き取れるの？聞き取れてるんじゃない？聞き取れてるんじゃないですか？クアンドに似てますが、こちらクアント。と発音します。ハウマッチに当たりますよと。量を尋ねる機会はあんまりないかもしれませんが、唯一よく口にする機会があります。それは物の値段ね。聞きます。大事ですね。この場合、普通はクアンテと言います。これはクアントエクエスタ講座の略。クアントエクエスタ講座。講座は女性名詞だからクエストがクエスタになってる。なるほど。なるほど。じゃあこのコーヒーいくらですかってなったら、はいはいはい、クアントエクエストカフェでいいんですかね。カフェって男性か女性どっちなんでしょうね。分かんないや。でも最後 E で終わってるじゃないですか。でどっち？分かんないです。O で終わってるの男性で、A で終わってるのが E はどっちか分かんないですね。E はもう無性名詞。イタリア語確かそれない気がしますね。すべてが多分。男性か女性かに分かれる気がしますね。ああ、なんかでもそういうのもあるみたいですね。なんかおかまじゃないですけど、なんていうんでしょう。ああ、そういう言語もありますね。性がないのも。そう。多分俗称がそのなんかおかま名詞みたいな言われていたような気がするんですけど。はい。なるほど。で、直訳すればこれいくらという意味ですね。で、まあ普段聞くときはクアンテと聞けば数字を言ってくれると。でこの数字をね、だから8500円ですとかっていう8500とかそういうのを覚えなきゃいけないのが絶対ね大変ですね。もう聞き取れない気がする。これ大変ですよ。ファンテと聞けばリチャオトミラエンチクエチェントリレーなどと長ったらしい数字を並べてくれる。それを意味わかんない。それが大変。なるほど。クアンテ。クアンテ。まあクアンテって聞くことはできますね。でもその額がわからないって。まあでもね、クアンテに限らず、まあクアンドとかもそうですけど、まあクアンドは別にね、自国だからそんな難しいことは言ってこないと思うんですけど、どこにありますかとかはね、ハウ何でしたっけ、ドベとかは割とわかんないかもしれない。ドベはウェアでしたっけ？そうですそうです。はい。ドベとかはちょっとね、言われてもわかんないかもしれない。聞くのにわかんないかもしれないですね。ああ、ちょっと難しくなってきましたね。難しくなってきました。なんかこの前は挨拶みたいな感じでしたけど、なんかね。文っぽくなってきましたね、だんだん、ジャブからもうストレートいきなり来ましたね。来ましたね、文章が出てきましたよ。ちょっとこれ全部やって覚えられるわ。このページ全部今日いきます。えあともう何個 ?1 個2個3個4個5個6個ちょっと軽くいきますか。ちょっと復習しましょう。軽くやって。はい、次コズイは日本、コズイは英語で言うそうにあたる。そう。そんな風にとか。だから、コズイグランデ、こんなぐらい大きいとか。コズイグランデ、こうやって。こんなぐらい大きいよ。おお。バベーネコズイ、これでよし。おお。こんな感じですよ。これでまあ大丈夫ですよってことか。これにて一件落着。そうか。バベーネコズイ。でコズイって。2個並べるとまあまあとか。あ、こじこじってこっから来てるんですね。そうか。さくらもんこの。そうかそうか。まあまあまあとか、そういうね、まあほどほどな感じでいこうよっていう。あ、確かにこじこじっていうキャラクターって本当にそんな感じですね。適当な感じですもんね。あ、僕ね、あの人が作り出した頃なのかと思ってました。イタリア語でした。ああ、皆さんこれ気づき終えたんじゃないですか。コメバ、いや元気かい？こじこじ、まあまだよ。バベーネじゃないと。ボナエラピッツァコジコジまあまだよって。ああ、コジコジ覚えやすい。いいですね。イタリア語だったんだ、コジコジは。なおボディランゲージとしては、手を水平に前に差し出し、左右にパタパタさせながら。どういうこと？こういうことじゃないか。さあ、コジコジ。左右にパタパタ、こうこう。じゃあ皆さん、コジコジ、テレビの前の皆さんもね、大丈夫の。これまあまあまあか。コジコジ。コジコジ。何ですかこの放送。わかんない。手を乾かしてみたいな。はい。手乾かして。トイレ入ったら手乾かしてるみたいな。自然乾燥だよ。はい。じゃあ次行きましょう。ミスクージ。日本語で言うすみません。ソーリー。ああ、これ大事ですね。今まですみませんってなかった。なかったですね。イタリア人は西洋人と同じくそれ以上に謝りませんが、この言葉は頻繁です。まあ要するにグラッツィエの方を大事にしてるってことですね。なるほどなるほど。ポジティブ。でまあエクスキューズミーぐらいの、ちょっとすいませんぐらいの感じと。ああ、エクスキューズミーとミスクージって微妙に語呂が似てるよね。そうですね。エクスキューズミーですね。ミスクージって逆になってるけど、まあ多分言ってること同じなんでしょうね。なるほどね。ああ、もう長い例文書いてますよ。ミスクージシノレドベラピッツァリナポリ。すみません、シニョーレ。でもさっきのナポリ広場どこでしょうか。シニョーレってよく聞く単語で、シニョーレってなんかもうなんですかね。シニョーレって人名じゃないですか。シニョーレさん。あ、なるほど。でもシニョーレってあれじゃないですか。ジェントルメンじゃなくて、なんていうんですか、マドモアゼルみたいなやつじゃないですか。え、そうなんですか。わかんない適当に。でもこのね、役にはね、シニョーレって書いてある。すみません、シニョーレナポリ広場はどこでしょうかって書いてます。あ、シニョーレ人名ですね。人名だ。ピアツァディナポリあデストラディクイ。あ、もう全然知らない単語ばっかり出しやがって。ナポリ広場、あ、ここを右に行ったところだよ。あデストラディクイ。これどれがどれにあったかわかんないです。 D はわかるけど、まあそのうちやっていくんじゃないですか。そうですね。まあこんな感じということですね。ミスクージっていうふうに最初に言っとけば、まあ柔らかくなるよってことで、次にミスクージ、すいませんトイレ行きたいんですけどは、あ、ミスクージドベ、あってますよね。え、ドベ違う。どこドベはどこ。トイレに行きたいんですけど。あ、トイレどこですか。あ、そうかそうか。ミスクージドベバババーニョですね。ドベララからラバーニョなんだっけ。復習 しながらやっていかないとね、本当にわかんないですね。あ、ドベイルバーニョか。ドベイルバーニョ。ミスクジドベイルバーニョ。うん、すいません、それどこですか。もうこれはもういいですね。うん、ミスクジ。うん、はい。もうこうやって関連付けていかないと本当に覚えられないんで。はい。ペルメッソ。ペルメッソ。この言葉はイタリア語でも特殊な言葉ではないでしょうか。はいはいはい。ヘルメットみたいですね。英語のパーミットはやや硬い言葉ですが、イタリア語のペルメッソはもっと柔らかい感じ。この言葉を身にするのは、混んでる電車やバスの中で自分が降りたい時に人をかき分けながら大声でペルメッソと叫ぶ場合でしょう。ああ、わあ、ごめんごめんごめんってことか。おー。ミスクージは多分その人に物を尋ねる場合に「あ、すいません」っていう感じだけども、うん、人を呼ぶ時はペルメッソを使う。呼びかけとしてのまあその「すいません」、そうですね、なんかペルメッソ、まあこう体育教師とかも言い過ぎるんじゃないですか。ペルメッソ言わないか、体育教師言わないか言わないか。結構だからその自分からこうなんでしょうね、こう能動的に働きかけた時はペルメッソっていう感じなんですかね。乱暴な言葉ではない、悪いけどみたいなのがね。うん、なるほど。プレーゴ。プレーゴ。実はこれもやや特殊な言葉です。プレーゴとは語源的にはプレガーレ。プレガーレの一人称で頼むっていうことだけど、これを使うのは主に人からグラツィエと言われた時の受け答え、あ、どういたしまして。ああ、なるほど。グラツィエと言われたらプレーゴ。これが基本です。なるほど。まあね、そういうの覚えておくとこう円滑ですからね。ああ、なんだ、なんだっけ、忘れてた。どんどんミスクジドベルバニョ教えてくれた。グラチェプレーゴっていう感じですね。うん、なるほど、難しいな。はいはいはい。じゃあ次行きましょう。オカピート、ノンカビスコ。ノンカピスコ。実はこの言葉は知らないととても困ります。そんなのこの段階で来るの。とても困ります。もう応用編でいいじゃん。この2つの言葉の元となる動詞はカピーレで理解するという意味です。はいはいはい。オカピートはこの言葉の一人称過去で分かったという意味。うん、ノンカピスコは一人称否定現在形で分からないという意味。そっかそっか。ねえ。カピート？なんか言われて分かんなかったらノンカピスコと言いましょう。分からないことは恥ではありません。逆に場所何かを聞いて分かったらオカピートと答えましょう。もちろんグラスエも分からない大事ですね。分からなくて毎回こう米とか言ってるわけじゃない。米でしたっけ？そうです。はみたいな。なんてもう一回。米って毎回じゃあ聞き返してる人はあれですよね。失礼。トイレどこですか？ってなんとかなんとかっては聞いてる側がねはみたいな。だから多分その謝りつつノンカピスコっていうんじゃないですか。ペルメッソじゃなくてペルメッソじゃない。もし謝りながらだったらでもミスクジはミスクジか。ミスクージか。ミスクージノンカピスコとかっていうじゃないですか。ごめんなさい、ちょっとわかんないです。最後いってみますか。はい。ポッソ、ノンポッソ。ポッソ。これはできるという意味の動詞、ポテーレの一人称現在形の肯定と否定形です。そうかそうか。できる、そう、これも大事ですね。できるかできないかもね。できる。大事ですね。ポッソ。ポッソエントラーレ入ってもいいですか？ノンポッソマンジャレクエスタペンな。このペンは食べられませんよ。はい。いいですね。で多分ペンナはペンナは女性名詞だからクエスタですかね。ああ、そうそうそう。クエスタペンナですかね。うん。特に疑問形では英語で言う Can I、May I と同じ意味になりますからいろいろ使えます。ちなみに May I help you は英語では Posso aiutare です。May I help you ってなんだっけ？何かお手伝いしましょうか？ああ、なるほど。Posso aiutare。Posso aiutare。何かお手伝いしましょうか？紳士。これで落とすんだな。これで落とすんですね。最初はね、ポッソ・アユターレから始めていくんじゃないですか、やっぱり。イタリアの男たちは。ミスクジ、ポッソ・アユターレ。おー、かっこいい。なるほど。ああ、そんな感じで、全体を大体見ましたけど。やってましたね、第2課。なんかね、難しさが跳ね上がりましたよ。これはね、次回まで跳ね上がってますよ。毎日見てないと覚えられないですね。跳ね上がってますよ。むずいな。さあ、なんかね、イタリア語の本領が見えつつある感じ。結構前よりだいぶ時間食ったんじゃないですか、この1ページやるのに。食ったかも。倍ぐらい時間使ってんじゃないですか。いや、さすが RX だな。はい。いや、もうそろそろね。曲いきますか。あ、違います。曲。もう全然ダメ。そうですね。いや、そうですね。酒が入ってますからね。じゃあ次の曲はね、ちょっとお預け。はい。はい。次のコーナーね。はい。リリカ小道のコーナーです。はい。このコーナーは団長の私が、まあリリカにまつわるちょっとした裏話をお話しするコーナーです。はい。今回のテーマは新鐘楼です。お、何ですかそれは？新鐘楼とは店です。店なんですね。はい。店です。白金台にある店です。はい。白金台というと、やはり高級住宅街ね、白金台とかってね言ったりしますけれども、というわけで。このお店もとても高級なお店と思われるかもしれませんが、思いますよね。新鐘楼って名前も結構ね、高級中華料理屋みたいな感じですよね。そう、中華料理屋なんですけどね。中華料理屋なんですけども、全然ね高級感はないんですよ。はい。皆さんもちょっと Google でね、新鐘楼って新しくかつで楼は木偏に桜じゃないか、まあ楼はですね、木偏の楼ですね。はい。でそれでちょっと調べてみていただければ分かると思いますけど、すごい赤いですね。看板というか、お店の屋根が目印なんですけども、新鐘楼。まあありていに言うとですね、すごくボロい感じです。本当にボロいですよね。本当にボロい。感じですよね。本当になんかね、こう僕も実は行ったことがあるんですけども、なんですかね、もう裏路地になんか寂れた裏路地に立っている、ここ誰が入るんだみたいなお店をそのまま表に持ってきたみたいな感じ。そうそう。裏じゃなくなって、ね。立地はですね、すごくいいんですよ。そのね、高級住宅街のその通り沿いに突如としてこのちゃんぽん屋台新鐘楼って書いてある赤いボロっちい屋根がですね、突如として登場する感じで、ちょっと鼻かんできますね。道を歩いてると急にですね、異様な建物が出てくるような感じで、そのちゃんぽん屋台っていうふうに書いてある通りですね、ちゃんぽんが目玉なんですけども、でもその他ですね、いろんな中華のお料理があって、でとてもですね庶民的な値段で量もとても多いんですね。なんかこう新鐘楼じゃなくてですね、白金台じゃなくて、例えばその高田馬場とかね、そういうところであってもおかしくないようなお店なんですけども、なぜかその高級住宅街のマンションの中にポツンとあるようなところで、仕方がやばいですよね。でそれとですね、リリカはどう関係あるのかというとですね、これは中崎君というですね、まあリリカの作曲筆頭、中心メンバーの中崎君が、明治学院大学の学生でして、この前までで、その明治学院大学白金台にあるので、すぐ近くなのでね、それでよくその明治学院の生徒さんたちは新鐘楼には行く人もいたみたいで、それで中崎君はその新鐘楼の味にですね、もうどハマりして。でそれを僕たちにも教えてくれて、僕らリリカのメンバーで行くようになって、すごいやっぱりね、みんなその味にドハマりしてですね、もう全然違うところで練習してたのに、わざわざ白金台まで行って、今日は新鐘楼行くかみたいな感じで、全然違うところ、新鐘楼に行くためだけに白金台を歩くと、わざわざ電車に乗ってね、行ったりもして、それぐらいのですね、こう魅力のある店なんですよ。本当にいろいろと逸話というかね、そうですね。で中華なのでいろんなメニューがあるんですけども、一番よく言われてるのはあれですね、豚角煮チャーハン。おチャーハンの上に豚の角煮、うん、あんかけとろっとしたあんかけがかかってて乗っかってるようなチャーハンなんですけど、それがすごい人気ですね。美味しいですよね、本当甘みがあって、リリカのメンバーはすごい好きな人、一番人気かもしれないですね、うん、リリカでの人気は。僕個人的には豚角煮チャーハンよりも中華丼とかが好きなんですけど、ちょっと豚角煮ちょっとねパンチがありすぎるっていうかちなみに僕は結構新小籠の中だと、なんですかね、その高級感よりも割とそのお腹いっぱいになんで満足感が得られるものが僕は割と好きなので、チンジャオロース丼が好きですね。チンジャオロース丼も美味しいですよね。チンジャオロース丼本当に食べた気になりますね。角煮チャーハンは割とこうもったいない感じというか、これ高級感あって、まあ量もあるんだけども、なんだろうな、割とその味は一種類な感じですよね。チンジャオロース丼とかはバラエティに富んだ味が僕は結構好きですね。そうね、だから今日どれも美味しいですよね。どれも美味しい。どれもそのサイドクラゲとかそういうサイドメニュー系もすごい美味しい。本当にね、もう紹興酒が進みますね。そうですね。リリカもたまにボトルキープしてあるので、新小籠に行ってリリカのボトルを見かけたらしゃべってください。ある。そう、皆さんそれぞれねお気に入りの新小籠メニューがリリカメンバーにはあるので、皆さんもぜひ新小籠に行ってみて、リリカへの思いを馳せつつお腹を膨らませていただければと思います。そうですね。いずれはまあリリラジもね新小籠配信。いいですね。させてくれるのかな。させてくれるのかな。そう、お店の人たちとてもね、まあ全員中国人なんですけど、とても気がいい感じの人たちですよね。本当にそうですよね。すごい気のいいおっちゃんとおばちゃんみたいな感じで、すごくね僕たち当然楽器持ってドロドロやっていきますけど、全然嫌な顔しないで迎え入れてくれますね。本当にとてもありがたい感じで、じゃあ皆さんもぜひ新小籠でお気に入りのメニューを見つけてみてくださいということで、リリカ小道今日は以上になります。ありがとうございます。新小籠の笑えるお話をするのかなと思ったんですけど、しますか。結構いいじゃないですか、コンパクトに。わかりました。また新小籠第2というね、新小籠後編みたいな回を設けてもいいのかもしれない。後半へ続くということで、じゃあ曲ねいきますか。お待ちかねの今日はちょっとね進行がゆっくりしてますけどね、ゆっくりしてますけどちゃんと2時間ぐらいで終わりますから、ご安心ください。じゃあ曲いきましょう。じゃあ今回私のおすすめから1曲、マルーン5で V というアルバムから「MAPS」。はい、ありがとうございました。お聴きいただいているのはマルーン5で、マプスです。はい、アルバム V というアルバムの最初の曲ですけどね。はい。あのジャケットがね V 赤い V になってますね。かっこいいですね。はい。で、なんかこの曲の面白いところは。マルーン5って、アメリカの第一声のポップグループなわけですけども、ちょっと聞いてみて、初めて聞いた方もいらっしゃると思うんですけど、結構、ね、ここら辺のサビとかここは B メロですけど、この後のサビとか、こことかもそうですけど、結構なんでしょうね、泥臭いフレーズっていうか、なんか日本のアニソンでもいいし、下手したらなんか民謡とかにあってもおかしくないような、そういう節回しをこう。すごくスタイリッシュな感じで持っていってる、なんかミスマッチ感がすごい面白いなって思いますね。という普段の曲とはやっぱイメージ違いますね。やっぱりちょっとそうですね、ちょっと経路違うかもしれないですね、他の曲よりも。ちょっとそういう要素がある曲もちらほらありますけど、このアルバム入ってるの結構多いですけど、でも結構これ突出してなんかアニソンっぽいっていうか、日本っぽい感だなと思いますね。ありますよね。かっこいい。歌詞の内容もなんかいいですね。振られた男が女の人に未練を持ってて、このマップスっていうのはその君が持ってる地図は結果的にはどういったってまた俺の元に帰っていくんだぜっていう。そんなあれじゃん、地球は丸いみたいなやつ。そういう繋がってるよみたいな。ちょっとストーカーっぽい歌詞で、それもなんかいいですね。いいですね。ドラマチックスタイリッシュストーカー、そんな感じ。なるほど。では鈴木さんのおすすめの曲、今回の僕の曲いきますね。こっちも泥臭い感じでありますけども、ですね、今回の曲はロバート・プラント&アリソン・クラウスで「シスター・ロゼッタ・ゴーズ・ビフォー・アス」。Strange things are happening every day. I hear the music up above my head, though the side of my heart has left me again. I hear music up above. Secrets are written in the sky. Looks like I've love I've never found, though the sound of hope has left me again. I hear music up above. Standing in my broken home all night long, darkness held me like a friend when looking for the lamb that's hidden in the cross, the finder's lost. I know I loved you too much. I'll go alone to get through.しました曲はロバート・プラント&アリソン・クラウスで、アルバム「レイジング・サンド」より「シスター・ロゼッタ・ゴーズ・ビフォー・アス」でした。長い。でもすごいいいですね。哀愁ありますね。カントリー系だけどもそこの系の明るい感じではなく、どちらかというとミステリアスな感じが僕は好きですね。楽器の取り合わせもちょっとね、リリカっぽい。リリ感ありますよね。リリカ感、略してリリカ感ありますよね。ちなみにこのレイジングサンドという、はい、アルバムは、まあ、グラミー賞を受賞している。まあ、さっき聞きながら調べてたんですけども、主要4部門のうち2部門を含む全5部門グラミー賞全5部門にノミネートされ、いずれも受賞を果たした。すごい。もうあれだよ、その年のもうベストアルバムみたいな感じ、ね、みたいな感じですよね。本当カントリーでは本当に一番有名になったんじゃないですか。ロバート・プラント&アリソン・クラウスって、ロバート・プラントって知ってます？あ、知らないです。ロバート・プラントってバンド、なんだっけ、バンド。おじさん。あ、レッド・セッペリンの人ですよ。そうそうそう。のロバート・プラントさんが、まあ、のソロとアリソン・クラウス。アリソン・クラウスって人はよく知らないでしたけど、バイオリン弾く人なの。あ、カントリーのボカリストかつ、ああ、バイオリニスト。みたいですね。なるほど。の2人の、まあ、ちょっと特別なね、デュオのアルバムだったという。なるほど。じゃあそういうもうすでにこう実力の名実ともにある人たちがコラボしたっていう、それはアルバムなんですね。これは本当にアルバムとして本当に傑作なので、完成度が高いので、個人的にはこの曲と「リッチ・ウーマン」っていう曲がかっこいいので、ぜひ聴いてみてください。CM の後もまだまだ続きます。リリカルラジオ。あ、そうですね。はい。課題アニメのコーナーです。はい、課題アニメのコーナー。はい。で、先週ですね、まあ、課題として1個アニメの中のある話を見てきて、うん、それについていろいろ語り合うということで、うん、先週ですね、地球防衛家族というアニメの第1話を見てきてねということで、はい、見てきましたよ。見てきましたか皆さん、はい、宿題ですよ。見てきたんじゃないですか。はい、これをねちゃんと毎回見てもらえると出席に関係しますからね。そうですね。平常点が下がります。そうそうそう、平常点が下がりますよ。はい、うん。これと試験が50/50。そうですね。で単位2単位。だから試験だけ頑張ってればいいやってわけでもないんですね。だから。50点ないとね、もう結構どうしようもないですよね。そうそうそう、やっぱりダメの D になってしまうよということですね。はい、そんなことは置いといて。いや見ましたよ、地球防衛家族第1話。いや僕もね初めて見たんですけども、面白かったです。面白かった。気になりました。本当に面白かったですね。面白かったですよ。結構ネタっぽいタイトルだなとは思ったんですけど、まあそのオープニングのねその感じ、まあオープニングというかねその主人公のね、主人公って言っていいのかな、男の子のね大地大君っていう結構おちゃらけてる子なんだけど。スカートめくりのシーンとかありましたね。そうです、すごいね、みんなのクラスの通りがかる女の子みんなのスカートをめくっていくみたいな。でも結構あれ何度か見たんですけど、面白かったのがあんなに重たい話をした直後に学校に着いた途端にスカートめくり始めるって、うん、すごい切り替えの速さだなって思って、ね、マルチタスク人間だなって思って、ね、いやまあそれゆえじゃないですか。あもうねそういうのを吹っ切るために今、うん、あなるほど、ね、バカなことやるぞっていうことだったのかもしれないですけどね。いいですね、うん、そうね、お父さんとのことでそのモヤモヤ、まあ、家族のことで、うん、まあモヤモヤがあって、うん、それをこうなんでしょう、ごまかすというか。あ本当にそうですね、そういうためにこうスカート巡りしたのかもしれないですよね、うん、地球防衛家族ってまあその名の通り地球を防衛する家族のお話なんですけれども、はい、その地球を守る家族っていうのにまあ問題があるわけですよね。うん、もうね最初のシーンから、うん、最初のシーンはもう朝食のシーンから始まるんですけど、はい、みんな朝食の息子娘1人ずついて、はい、お父さんお母さんがいて4人で食卓を囲んでいるんだけど、お母さんがもうすでに離婚届を作るのにバッサーって出して、ここに今日こそここにサインしてもらいますからねっていう。お母さんは離婚する気満々なんですよね。そうそうそう。でもお父さんの守さんはうーって涙目になって、はい、なんかこうね何とも返事をしないでいるみたいな。で子供2人もなんかどっちについていくのみたいな、うん、でこう迫られてる。そうですね、ね、あんたどっちにするのって、そんなこと言われてもって、そんなこと言われてもってことなんですね。っていう、まあちょっとどうなっちゃうのかなっていう家族のもとに、はい、どこかわかんないけど、あれ宇宙からなんか指令が来るんですよね。来るんですよね。君たち家族には地球を守ってもらう。1回のなんだっけ1回の報酬は980万円が振り込まれる。リアルな額だなとね。9800ポイント9000だから9800万かなと思ったら980万円。ちょっとリアル、命張ってるの割には、うん、ちょっと命張ってる割には少ないかもしれないですね、うんうんちょっとダイナミック知見みたいな感じですね。で、まあ、地球に怪獣が攻めてくるわけです。そうですね、本当に攻めてきちゃって。本当にね、もう触手みたいのをね、攻めてきちゃって。で、なんかちょっと謎めいた少女とかも出てくるんですね。そうですね。大地大君の学校に謎めいた少女がいきなりやってきて。そう、転校してきたって言ってるんだけど、あれ多分違うんです。勝手にいるんですよね。勝手にいるんだけど、みんなを洗脳して認めさせてるんですね、自分の存在を。大地大君が最初「お前誰だ!」って言ったら、目が合った瞬間に「あ、そういえばお前転校してきたんだっけ?」みたいな記憶をもう植え付けられてますよね。そう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 、不思議な力を持った少女もいると。そうそうそう、いやもう本当に個性豊かなことが第1話から。そうですね、だから多分第1話からもうなんか揃ってるんじゃないですか、そのキャラ立ちが揃ってるっていうかね。本当に面白かったですね。気になります、続きが。本当に気になります。最後のシーンとか、その謎めいた少女がなぜか両手にバケツを持ったまま、その前のシーンで、その男の子の大君が学校の授業中に何したんですっけ、なんかまあ、落書きしてて、先生の授業ってそんなにつまらないって言ったら、はい、つまりませんって言って、廊下に立ってなさいって言われて、廊下に立ってて、そしたら宇宙怪獣が攻めてきて、このバケツ持っててって言って、転校生に渡したら、謎の女の子にね、そうそう、渡したら、そしたらなんか電柱の上かなんかに、最後のシーンでなんかその少女がなんか電柱の上かなんかにバケツ持ったまんま立って、宇宙怪獣を見てる眺めながら、これが家族。そうですね。その女の子は謎めいてて、なんか多分ただならぬ力を持ってるわけですよね。でもバケツは別に置いてきていいですよね。バケツで持っててって言われましたからね。ああ、素直、男の子に素直。あれ味方なのか敵なのかまだ分かんない。分かんない。敵かな味方かなっていうことですね。そうそうそう。さあ今大ピンチなところです。そうですね。大ピンチで第1話が終わった感じですね。続き気になりますね。続き気になるけど、続きを別に見ることは強制しない。はい。続きは有料ですからね。見たかったら見てねっていう。そう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 。ことですね。っていう感じで、こういう感じでね、これからもやっていこうかなと思いますよ。皆さんからのね、今回ちょっと感想も欲しい。そう。待ってますよ。今回感想のお便りをいただけてないんですけれども、もうどんなんでもいいんでね、地球防衛家族あーとかでもいいんでね、あから僕らもいくらでも拾いますから、作っていきますから。そう、地球防衛家族、そう、まあ個人的にね、すごいなと思ったら、まああれですね、その声優さんが豪華で、お父さんパパが神谷明で、お母さんは小山真美で、その大君って男の子はやばい、忘れちゃった、熊井物語熊井素子で、お姉ちゃんは清水香織、その出始めの頃の清水香織で、清水香織ってあれですね、スクールランブルの高野明さん。ああ、だから今や結構ね、メインな感じですけどね。で、あと謎の女の子が矢島明子ですね。あ、違うよ、だって矢島明子さんがね、謎の女の子下駄者ですね、相変わらず。で、先生が三谷優子、僕すごい大好きな声優さんですね。純子先生、もう三谷優子さんは知らないんですけど、純子先生大好きです、一番可愛いなと。三谷優子でも一度聞いたら忘れない声じゃないですか、ね、先生の声も。先生の授業ってそんなにつまらない。はい、すごくね、やっぱり三谷さんも芸達者で、まあそれね、超ベテランの方々がやっていて、モブキャラの中に今や主役級の高橋千明さんとか、三橋香織さんとかが出ていて、それも面白かったね。ちょっとまあ昔のアニメなんで、それらの方々がまだ駆け出しの頃の、様子も分かってですね、とてもあれですよね、そういう状態もありました。とてもワウワウでやってたちょっとマイナーなワンクールで終わるようなアニメとは思えないような。そうですね。ワウワウだから逆にね、ワウだからこそお金が結構かけられたのかもしれないですね。ああ、なるほど。衛星放送で加入者からまあお金が入ってくるので。ああ。いや本当に面白いアニメでした。じゃあですね。じゃあ次回。はい、次回の課題は何でしょう。次回の課題決めてきましたよ。皆さん覚えてくださいよ。後でもまた字で書きますけど、ちょっと難しい名前なんでね。赤堀外道アワーラブゲー。はいはい、というアニメなんですけど、赤堀ってのは赤堀悟のことですか？あ、そうですそうですね、赤堀悟のことです。で、赤堀ゲドアワラブゲ、これはですね、はい、まあ普通にワンクールのアニメなんですけれども、前半と後半で違うアニメを放送するっていう面白い形式のアニメなんですよ。まあ僕もまだ見てないので、その周辺の情報だけ喋るだけなんで、パッて喋ったら最初の始まってすぐオープニング始まって、15分目ぐらいでまたオープニング始まるみたいな感じで、そのまた2つのアニメが進行してるような感じだと思いますね。で調べたらね出てきたと思います。ってわけでですね、皆さん今度こそですね、これも第1話ですか？はい、第1話です。赤堀ゲドアワラブゲ第1話、これも YouTube で見られるんですか？見られます。無料で見られます。ですね、最初のまあ今回2回目ですけど、3回4回目ぐらいまでは無料で見れるのを持ってこようかなと思います。で、5回目ぐらいからちょっとディープなのですね、腰かめ156話みたいな、そういうのを持ってこようかなと思っておりますので、ぜひこの無料で見れるうちに。はい、宛先はですね、感想を待っております。宛先は info@lirica.me info@lirica.me でございます。はい、ハンドリーエンターテインメントです。よろしくお願いします。課題アニメのコーナーでした。叙情的な瞬間、はいやってきました。叙情的な瞬間のコーナーです。楽しみですね。いつもね、前回は僕ら2人の叙情的な瞬間をお話ししましたけど、はい、今回はですね、リスナーの方から叙情的な瞬間を教えてもらうということで、なかなかですね、はい、でもね、すぐには来なかったですよ。というのは前回やった、うん、僕だっていうか鈴木さんですね、鈴木さんの美容ヘルミの話が面白すぎて皆さんがちょっとハードルに感じてしまって、こんなに面白い話ねできないですよって結構言われてしまって、まあ確かにそう思うんですよね。あれは別になんだろう、あれ結構普通にラジオに投稿して採用されるレベルっていうか結構人気になるレベル、ストーリーを言っちゃったからね。素晴らしいですよね。ちょっとこの間コンビニ行ったらとかいう話じゃなかったですから結構いい話だけどね経験の話をしちゃった。笑えるいい話っていう感じで、なんかね、すごいライオンのご機嫌ようとかで話してもすごいご機嫌ようの上半期なんとか賞みたいなのに選ばれるレベルだと思います本当ですか？ありがとうございます。そんな感じだったので、ちょっとですね、まあでも皆さんは本当にそんなよくできた話とかじゃなくて、日常のちょっとした話でいいので、本当に短いものでいいのでということなんです。でも今回ですね、おはがきをいただいたのでご紹介したいと思います。おー、楽しみですね。叙情的な合奏団リリカのはがき職人としてめきめき頭角を表している岡山県出身のトミーさんからいただきましたよ。職人さんの、ありがとうございます。ちょっと実はですね、もう放送の始まる間際にいただいたので、僕読んでないです。今初めて読みます。二人とも読んでます。初めて読みますけど、だからちょっといろいろもたつくかもしれませんがご容赦ください。はい、伊藤さん、鈴木さん、こんばんは。こんばんは。ビオラところによりマンドラのトミーです。第1回で東京都在住と名乗っていましたが、実は実家は岡山という丘と山しかないど田舎です。あとは海くらいなものです。そんなことないですよ。僕岡山行きましたが、とってもいいところですよ。ね。岡と山で岡山ではない。岡も山もありますけど、すごいね、岡山の町をちょっと観光したんですけど、すごく楽しかったですよ。実はこのトミーさんの出身の高校も見てきました。おお、そうなんですか。はい。岡山やめときましょう。ある高校ねを見てすごい楽しかったですけど、岡と山じゃなかったですか？全然町でしたよ。おお、シティですね。シティですよ。はい。で、リリカラジオ第2回お疲れ様です。リリカルラジカル星。さて今回は叙情的な瞬間ということで、予備校の後期も上の空で自分の過去を振り返ってみたんですが、とても地上波ではオンエアできない内容ばかり出てきていいんですよ。地上波じゃないですから、これ。そうですね、これインターネット波ですから。ラッキースケベイとかでもね、全然ネット波ですから、これ本当ひどい人生を送ってきたなと一人ため息をつくいいきっかけになりました。ありがとうございます。いえ。さて、あれは確か大学2年目の夏だったでしょうか。大学2年の夏ってね、一番なんだろう、やることがない感じ、そうですね、割とズブズブと廃人になりやすい時期ですよね。トミーさんもそんな感じっぽい。当時の僕は勉学こそ全くやる気はなく、留年などを早々とたしなんでいましたが、留年をたしなむものですね。音楽としてはいわゆるガチなオーケストラにいまして、ボリビア音楽などという邪教の教えに道を踏み外すことなく、ましてやマンドリンなどという裏西洋音楽界の黒魔術を除くこともない、腕前はとにかく割とやる気のある西洋ロマン派ビオラ奏者でした。遠い昔の話です。なおもすくクラシックの王道をやってたんですね。そうですね。魔法使いの属性としては白魔法をやってらっしゃったんですね。そうですね。白魔法。まあ、僕らがやってることは闇ですよね。完全にアウトサイダー、アウトサイダーアートですけど、トミさんはまあこうその頃はまっすぐな日の当たる道をね、どんどん魔改造されていったんですね。その当時はまあ日の当たる道を歩んでいたということですね。しかしやる気があるのが良くなかったのです。1年冬の庭園の打ち上げで酔っ払った挙句、同期のバイオリンのやつと次の庭園、つまり2年の夏の庭園で全曲乗り番じゃなかったら本番坊主なという約束をしてしまったのです。全国しかも僕だけ全曲乗り番、乗り番っていうのはその何でしょう、オーケストラとかだと全曲にその出演するわけじゃなくて、多分一部の曲だけ出るとかっていうことがあって、それ乗り番っていうんです。そう乗り番っていうふうに言ってて、だから全曲にその出演できなかったら坊主になるぞっていうことですね。という約束をしてしまったのです。しかも僕だけで一方的にどうなったかというと、大体オーケストラでは序曲、協奏曲、交響曲という順番で一つの演奏会で3曲やることが多いです。結局その次の2年の夏の演奏会ではモーツァルトのピアノ協奏曲をやることになってしまい、小編成かつアンサンブルの難易度が高い曲なので、ペーペーの自分には練習への及びすらかからなかったのでした。だから本来だったらこう頑張って練習したから乗せてくださいよとかっていうこともあったのかもしれないんですけど、もうなんか全くそもそもビオラ経験者じゃなかったから、物の数に入れられなかったんでしょうね。という感じ。坊主だ、坊主打っちゃうぞこのままだと。そうですね。本人は坊主にする約束のことをすっかり忘れたまま時が経っていたのですが、本番前日の午前中にその同期が「そういえばお前坊主にするって言ってなかったっけ?」と約束を思い出してしまったのです。酒の席のことですからってね。そうですね。なんで俺だけと抵抗しつつ、まあ受け取れるし悪くないかと内心思いながら、6月の駒場で霧雨の降る中、同期にバリカンで毛髪を一本残らず剃られたのでした。本当にちなみにそいつもモーツァルト折り番なのに、そいつは頭を剃りませんでした。なんてひどいやつなんだ。ひどい。まあでも一方的な約束だけだったけど、約束、でもそれをね本気にしてやるよって言って、そうですね、来てね、やったんだからお前もやれよみたいな。さて迎えた本番当日、ステリハ、そのステージ上でのリハーサルですね。本番終わってからそればいいんじゃないのかなって。確かに打ち上げの席上とかでね、よかったかもしれないですね。そんな前日とかにそのオーケストラの団員からは先輩後輩問わずかなりの爆笑を持って迎え入れられました。美味しいですね。それは、確かに、トミー沿ってきたぞっていう、もうそれはいろいろ消した、トミー坊主になってるぞ。いきなりやってきた。いきなり坊主になったらびっくりしますもんね。びっくりします。で、当時僕が好きだった女の子なんかには、ドン引きしながら苦笑されたのを今でも覚えてます。ちょっと好きな女の子には惹かれちゃったんですね。でもそれ気のせいかもしれないですよね。ドン引きされてるかどうかって気づきにくいですよね。自分が好きだからその子のことをなんだろう、過剰に思っちゃってるから。結果的にそのドン引きしてるに見えただけかもしれない。例えば女の子とかってあれじゃないですか、そういうあんまり笑っちゃいけないかなっていう気を使ってった結果ちょっと苦笑に終わったっていう感じあるじゃないですか。気を使ってるけど、うん、でも笑ってるっていうことで、うん、ああいう表情になってるのであって、うん、まあ別に引いてはいないかもしれないですよね。そうですよ、うん、こんなだって覚悟を決めてね、うん、やったんだから、うん、でもですね、はい、それでも僕は嬉しかったです。ああ、ちなみにその子には後日振られました。ああ、まあ振られてこそのね、その何でしょう、青春ですよね。そうですね、うん、まあそうですよね。切なくなっちゃいましたね。切なくなっちゃいましたね、うん、だからもうこれでもうはいって感じなっちゃい泣きそうです、ね、もう泣きそうですね、うん、泣きそう、うん。まあ、振られるっていうのは、まあ、でも後から振り返ればね、まあ、叙情的な瞬間ではまあありますけどね、まあ、人生にとってとっても大事な、なんていうんですかね、心の精神的な意味でとっても大切な経験というふうに後になって思えばなりますよね。そうですね、まあ、振られる経験はもちろん全然必要な経験ではないとは思いますけれども、ね、後になって考えれば、うん、あの体験は体験としてはみたいな感じがありますよね、うん、切なさみたいな独特の、うん、でも僕なんか中高男子校だったんで、すごい大学に入ってすごい久しぶりに小学校以来に女の子とこう接することになって、はい、だからもう女の子と基本的に話しただけで好きになっちゃうんですよ。まあ、でも僕もその当時そうですよ。僕はでも高校だけ男子校ですけど、で僕は元から惚れっぽい性格だったので、僕は結構あれなんですよ。人にも言われてた、友達とかにも言われたんですけど、お前惚れっぽいなって、お前消しゴム拾っただけで好きだよもう本当にそうなんですよ。僕ね、消しゴム拾ってくれる人全員好きになると言っても過言ではないんですよ全然最初こう好みのタイプじゃないなと思っても、隣の人が消しゴム拾ったら結構なんかこうなんだろうな、この人と付き合ったらどうなんだろうみたいな考えますよねっていうのような学生でしたよ僕は、うん、まあ僕もね基本的にそうですけど、うんうん、でともかく学生としても演奏家としても先の見えない当時の僕にとっては、今までで一番演奏としても頭にしても輝ける本番になる予感がしていたのです、ね。まあ、一生懸命練習してたんでしょうね、うん。まあ、頭も反っちゃったけど、まあ、それまでの練習はすごいみっちりやってきたと、うんうん、ところがなんとその日の本番は、僕の両親が僕が上京してから初めて岡山から東京までわざわざ新幹線で片道3時間かけて見に来てくれた演奏会だったのでした。おお、ご両親が来てくれました。見た目大丈夫ですかね。うん、不安ですね、うん、僕がその日いたのは真面目なクラシックのオーケストラです、はい、バッチリワックスで髪を整えた男性やバッチリ美容院で髪を巻き上げてきた女性はいても、バッチリ髪一本もないスキーレッドの奏者など僕以外に誰一人としていなかったので、舞台上でひときわ輝く自分を親に見せることができたのです。というか見せてしまったのです。というか見せつけすぎてしまったのです演奏会後、両親と食事しました。親父からは、オーケストラというのは集団で一つのパートなんだから、頼むからそういう目立ち方はしないでくれと笑いながらもマジトーンで言われました。母ちゃんからは涙が出そうだったと言われました。それはどういう意味で涙が出る？それはいたたまれなかったいたたまれなかったのか、笑いすぎて涙が出たいや多分いたたまれなかったんじゃないですかねいや自分の息子がこんな風にみたいな冷静になって親の立場から立ってみると、わざわざ岡山から、丘と山しかない岡山から東京まで大都会まで息子の晴れ姿を見に来たのに、そこにいたのは息子のハゲ姿だったのです舞台上の僕を見た瞬間のあの時の父ちゃんと母ちゃんの気持ちを想像すると、今でもただただ叙情的な気持ちになります以上、私の叙情的な瞬間でした。岡山県トミーさんからです。いやー、これはさすがですね。叙情的ですね、はい、本当に叙情的ですねちょっとこれはハードルまた上がっちゃったんじゃないんですかこれは皆さん、まあしょうがないですね。まあ、叙情的な瞬間っていうのはやっぱりね、その、まあ、叙情的だっていうからにはやっぱ何かしらのこの、うん、なんだろう、エネルギーというかね、うん、そういうものがありますからねまあ別にここまでね、こう覚悟のあるようなエピソードじゃなくても ね、本来はなんですか、別にそんな特別な瞬間じゃなくてもいいですよね。いやそうですよ、まあなんかね、道に歩いていて花が咲いたり綺麗だったとかね、 それも十分叙情的じゃないですか、うんうん、そういうのでもいいんですけど、もちろん、うん、コンビニにいたらこんな店員さんがいましたよとか、あいいですね、そういうのもう全然叙情的じゃないですか、うんうん、そうだからなんかね、うん、コンビニの店員さんがうまいこと言ってくれたみたいなね、うん、そういうのもありそうじゃないですかね。あそこで温めてもらってる弁当俺のなんですよ、後ろの人が行ってきたみたいな、そういうのでもいいですよ。ちょっと変な人に会ったみたいな、そうですね、そうです。あ、なるほどね、そういうのもいいですよね。まあこういうですね、まあぜひぜひ対策でももちろん、はい、嬉しいですし、でもちょっとした、うん、あとかでもね、うん、いいあとかでもねあってやっぱ 曲線が叙情的ですもんね。本当にあってね、あってすごい形してますね。だってさ、ぬとかにはないぬも結構僕叙情的だと思うんですけど、そうですね、すごい、うん、結構ね僕ね、いとかしとかって叙情的だなとは思うんですよね。なるほどなるほど、うん、説明的な感じですね。そうあとかぬとかね、ぬは本当ですけど、ぬは結構起承転結になっていて、あは結構ね序発球風になっている感じがしますね。あはなんかその勢いで言ってる感じがしますよね、うんうん、こう終着点がないというか、そうあって言って終わってるみたいな、勢いがあって終わるみたいな感じでね、止めじゃないですもんね。そうですね、回って終わるっていう、円を突き作りそうな回り回って結ばずに払って終わるって意味わかんないじゃないですか。では最後になんかこう丸みたいな、その句点みたいなものがあるから、なんか一個の完結した感じがありますけど、あはなんか終わりがなくスッっていってどっか飛んでいくみたいな。ぬは止めで終わるけど、あはこう払って終わる、打ち払いですよ、内側ですもんね、しかもそうそんなね、あだけでもまあ僕らはこう拾っていきますよっていういくので、皆さんどんどんお便りをいただければと思います。はい、宛先はinfo@lirica.me info@lirica.me でございます。はい、もう皆さんそろそろ暗記しちゃいました、ね。そうですね。まあすごい単純なアドレスですからね。はい。いやでもオーケストラでね、そう僕らがやってたマンドリンオーケストラとかって、まあ一部の楽団を除いてノリ版とかないじゃないですか。ね。全員野球なんですよね。基本的には。いや出ないのがあるってね、僕経験したことないですよ、そういうの。乗り番とか折り番とか経験したことなくて、必ず全員出るか、まあもちろんアンサンブルみたいな感じで一部の人だけ、まあ最初からそういう前提のものはありますけど、そうですね、その合奏を一部でやるみたいなことはないですね。本当に多ければ多いほどいいじゃねえかみたいな発想になってる。そうですよね。でもまあオケの場合はなんか適正人数っていうかね、そういうのがありますからね。なるほど。いや闇の世界へようこそって感じですね。そんなそうですね、白間同士だった、もう合奏団リリカでスキンヘッドにしてもらっても全然本当にいるねみたいな、そういう人もいるねみたいな感じですよね。いやもう全然もう何ですか、あそうおしゃれですねみたいな、そうなりますよね。なりますね。全然その浮きはしないですよね。そうですよ、本当に闇鍋ですから。カオティックリリカルオーケストラですよ。髪型で言えばあれですからね、ちょんまげがある人もいますからね。言ってる人もいますからね。そうですね、確かに。だから別にスキンヘッド別にね全然浮かないですからね。本当に僕もなんか最終的には小沢政治感を出していきたいなと思う。ロン毛にしたいんですか。鈴木さんロン毛って言ってもこう肩につくんじゃなくても空中に浮いてるロン毛というか、もうボッサボサなんだけどもどんどん上がってる感じ、天空の城郎になりたいんですよ。常に髪が浮いてる。そう変な形浮いてて、こう下にはこう木の根っこがバーって出てて、天空まさに天空の城郎だった。なるほどでやりたいともう常に思ってますけど、飛んでいきたい。飛んでいきたい。まあ僕は髪型普通でいいですけど。まああれですよね、要は気分を変えたい時ですよね。そうです。さらなる叙情を目指したい時に、高みをね目指したい時に髪型っていう手段もありますよというだけの話ですよね。でも僕もちょっとね、頭髪が怪しくなってきたらもう結構潔くもうそっちゃおうかなってちょっと思ってますけどね。ああ、僕は結構生え際頑張りたいタイプですよね。ああ、結構すぐ諦めちゃうと思うんで、ちょっとやばくなってきたらもう全部やっちゃおうかなみたいな、スキンヘッドでいこうかなみたいな、パチパチパンチに思ったりもしますけどね。島木上司、まあスキンヘッドの指揮者とかもいますからね。井上さんとかね。あ、井上吉道さんかな。そういうオケ振ってる指揮者の人がいるんですけど、はい。っていう人もいたりするんで。まあなんかまあ小沢誠二とかもそうですけど、なんかロン毛にするんだったらロン毛にして。だから今みたいな髪型が一番中途半端ではありますけどね。確かに、ロン毛でこう髪を振り乱してこうね、小沢誠二とか小馬健さんみたいな感じでやるか、もうスキンヘッドにしてやるかみたいな。そうですね。そういう、まあでもあれじゃないですか、佐渡豊とかも別に、まあそうですね、普通の短髪ですよ。普通じゃないですか、普通のショートヘアですよ。まああれはあれで完成されてるんで、やっぱり似合ってるのがいいんじゃないですかね。はい、という感じで、リリカは髪型自由という、髪型自由ですよ。皆さんからも受賞的な瞬間、ぜひぜひお待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、というわけで、今日もエンディングのお時間がやってまいりましてね。いや、今日は、はい、まあ最初の方はね、結構話が長くなったりとかしてたので。大丈夫かな、これ3時間とかでかかるんじゃないかなと思ってたんですけど、今もうちょうど2時間なんで、はい、ちょうど2時間前なんでね、もうほんとちょうどいい、ちょうどいいですね。前よりもさらに、前よりも短いですね。あ、そうですね、うん、前さらに15分ぐらいになってましたんで、うん、主にビオヘルミンがなかったんですけどね。ああ、いや、ビオヘルミンまあでもどっちもね、今日のね富さんの話もなかなか聞き応えがありましたね。そうですね、ボリューミーでしたね。いやー、ビオヘルミンっていうか、その最初のハガキで、はい、ビオフェルミンも美味しいけど可愛い肝油ドロップも美味しいって言ってましたけど、可愛い肝油ドロップって何ですか？そもそも僕とか飲んだことないんですよね。あ、知らないですか？見たことない。なんかん、あ、調べえ、見たら分かるの？キモ油肝って入れたら肝付き金田さんね。鈴木さんの履歴ですからね。マンドリニストですけど、かわいい勧誘ドロップ、かわいすや株式会社、この赤ちゃんの顔描いてあるの見たことないですか？後ろの方ですね。本当ですか？肝付き金田ってちなみにマンドリニストじゃないですよ。スネ夫の声の人ですよ。あ、そうだそうだ。マンドリニストの人、肝付きは合ってるんですけど、金見さんかな。あ、うん、この赤ちゃんの顔が描いてあるドロップ知らないですね。ドロップはドロップですもんね。ドロップって飴じゃないですか。これはまあ飴だから普通にドロップ美味しくなかったら売れないじゃないですか。そうですよね。これ何、のど飴みたいなことじゃないの？どういう、あ、白い、どういう用途なんですか？要は普通にちょっとまあ今度飲んでみましょう。食べてみましょうか。一緒にね、やって食べてみましょう。あ、でもこれはドロップですからね。まあ当たり前です。美味しくて当たり前ですよね。飴玉ですよね。まずかったら困りますよね。なるほど。これでもこれぐらいビオヘルミンも匹敵してるってことですか？じゃないですか。美味しいんじゃないですか。普通にこっちは。これは普通に食べ物ですからね。ビオヘルミンは薬ですからね。ビオヘルミンも買ってくるか。今度。食べ比べてみますか。そうですね。可愛い感じのドロップとビオヘルミンとグルメコーナーでね。グルメコーナーでいいですね。食べ比べ。はい。カメドロップが美味しいというコメントが2件も2人から。2人から。じゃあ僕食べたことないのでちょっとマイノリティかもしれないですね。みんな結構食べたことあるんじゃないですか？僕見たことすらないですよ。薬局に売ってるんですか？普通に。見たあるんじゃないですか？ちょっと探してみますよ。そうですね。じゃあ次回はね、ビオヘルミンとカイオドロップ食べ比べということでレビュー、どっちが美味しいか。そりゃカイオドロップでしょうけど。でもまあビオヘルミン食べ物じゃないし。でもね、慶太郎君は毎回食べてますからね。お菓子ですからね。ビオヘルミンは何がその手置きがあるんやってね。合う飲み物とか気になりますよね。ビオヘルミンに合う飲み物みたいな。あ、それは研究しないといけませんね。これにはビオヘルミン合うよみたいな。ああ、僕は普通に水飲んでましたけどね。ああ。水だとなんか薬っぽさが、薬を服用してる感じで出ちゃうじゃないですか。でも噛むとね。そのお菓子として楽しむ場合にはどういう組み合わせがいいかみたいなね。なるほど。そういうの探求してみてもいいかもしれないですね。もしかしたら今あれですよね、慶太郎君とか、はい、全くその幼稚園の頃以来その連絡取ってないですけど、もしかしたらビオフェルミンの道を極めてるかもしれないですよね。今ビオフェルミンを調理して食べてるかもしれない。あ、ビオフェルミンは薬じゃない。そうそうそう、栄養補助食品。そうだ、正式には。あ、そうなんですか。薬ではない、栄養補助食品。あ、そうなんだ。だって食品なんですね。食品だから、まあどっちにせよ食品。じゃあ何ですか、こう正式にはこう薬効はないということですか。だからそう薬効というか、そのなんだ、薬みたいにこの病気を治すとかじゃなくて、うん、その健康をサポートするみたいな、うん、そういうことじゃないですか。うんうん、特殊な薬効はないから、うん、まあ治らんくても知らんでってことですね。そうですね。サポート、サポーター、うん、お腹のサポーターじゃない。そうですね。はい。なるほど。じゃあもう食べても大丈夫ですね。そうですね。うん、食べ物ですから。まあ要領は決まってますけどね。本当です。本当です。うん、じゃあ次のリリカルラジオは2週間後で大丈夫ですか？はい、2週間後。12月11日になりますよ。はい。12月11日話しちゃってもいいですか？ちょっと。あの話はダメ。ちょっと待ってくださいね。はい。さっき返事ができたんですけど、ちょっと待ってくださいね。ちょっと確認してます。これです。これ。さらっと触れる感じね。はい。じゃあさらっと触れます。はい。次回12月11日の回には、はい、先ほどもちょっと話しました新生路を紹介してくれた、はい、作曲ヒットの中崎智弘さんがですね、はいはい、ゲストとしてやってきてくれる。おー。楽しみですね。楽しいですね。次回はですので3人でお送りしたいと思います。はい、仲良し。ぜひお楽しみになさってください。はい、ではまた12月11日の22時10時からお会いしましょう。うん、はい、お相手は私が合奏団リリカ非確認の伊藤大我と、マンドリン筆頭鈴木陽太郎でお送りいたしました。ありがとうございました。ありがとうございました。最後のセリフいつものあれ言うんじゃないですか。なんだっけ？医療的な夜をお過ごしください。あ。そんなのありましたね。はい、最後言いましたよ。どこですか、どこですか。いや、何も書いてないけど。はい、それでは皆さん、叙情的な夜を。